狼と狐はグリム童話の中の話の一つである。1819年の第2版で人殺し上に変わって追加。グリムの中にヘッセンの話とある。狐より強かった狼は狐を家来にしていた。しかし、狐は狼と手を切りたくて仕方がなかった。ある日、狼は赤狐、何か食べるものを持って来い。さもないとお前を食べるぞと言った。 キツネは近くの農家に小羊が2匹いるからそれを1匹いただきましょうと言った。キツネは小羊を1匹盗み出して狼に渡した。狼はその小羊を食べたがそれだけでは足りずもう1匹の小羊を食べようとしたが失敗して百姓に容赦なく殴られた。狼は失敗して殴られたことについてキツネに文句を言った。それに対してキツネは どうしてあんたは、そう意地が汚いのですと答えた。明る日、狼はまた、赤狐、何か食べるものを持って来い。さもないとお前を食べるぞと言った。狐は、私が知っている農家のおかさんがパンケーキを、今晩焼きます。それをいただきましょうと言った。狐は家に忍び込んで、パンケーキを六枚持ってきて、狼にあげた。しかし、狼はそれだけでは足りずに、 残りのパンケーキを食べるために忍び込んだが失敗して、狼は力の限り殴られた。狼は失敗して殴られたことについて、狐に文句を言った。それに対して、狐は、どうしてあんたは、そう意地が汚いのですと言った。三日目に狼は、狐、何か食べるものを持って来い。さもないとお前を食べるぞと言った。狐は、私の知っている男が家畜を殺して、 塩漬けにした肉が入った樽を地下室に置いていますと言った。狼と狐は地下室に入り、塩漬けの肉を食べた。その間、狐は食べながら、辺りを見渡し、入ってきた穴を通れるか試していた。狐がそんなことをしている間も狼は食べ続けた。そうこうするうちに、百姓が狐の飛び跳ねる音に気づき、地下室にやってきた。狐は一目散に穴から逃げ、 狼もその穴から出ようとした。しかし、狼は食いすぎで腹が膨らみ、穴を通り抜けることができず、百姓に撃ち殺された。狐は、狼が死んだことで意地汚い古馴染と手が切れたことを喜んだ。ありがとうございます。